これで任務完了だぜ。どれどれ。君たちの豊富な野外探索経験のおかげで。おい、ティナリさん。ティナリ、誰かがお前を呼んでいるぞ。うん、知り合いのアミルたちだ。行ってみようか。まさかここで会えるとは。ガンダルバー村に帰ってティナリさんを。何かあったの？ついさっきシーキを見つけたんです。シーキ？君たちのルートは1週間前に徹底して片付けたばかりなのに、具体的な場所は？すぐ先にある谷の奥だ。今回出現した場所は過酷の狭いエリアをほぼ塞いでたから、すぐも半径は？すまない、そこまではよく見えなかった。今日はチームに神の目を持ってる人がいなかったし。うん、その判断は正しい。待てよティナリ。なん、ああ、スメールに来たばかりじゃこの状況。スメールの雨林では今一部エリアに独特な地域は、植物を枯らすだけじゃなく動物や人の命まで奪う可能性がある。そういうことなんだ。神の目を持つ者、つまり元素力を操れる者だけが。そう、だから俺たちみたいな一般レンジャーは、何しろ地域の内部に足を踏み入れ。地域でも神の目を持ってないみたいだが。安心しろ、こいつは確かに神の目を持ってないけど。へえ、どうやら君についての噂は本。いつもは旅の人がガンダルバー村を離れるとき地域を見分ける方法だけを教えるんだけど。もう進んじゃダメ。前を見て。前。あ、あそこら辺が灰色で植物も枯れてるみたいだ。うん、それが地域さ。旅人、僕はこれから地域の内部に入る。な、ありがとう。でも君はこれを処理したことがないし、元素力を持っていたとしても中に入るときっと気持ち悪くなる。さあ行こう。